やらかしてしまいました。1日1膳、こんにちは、アルシャンスです。もう今日の分の1日1膳を取り終えて編集しようとした知ってるとこで今オープニングを撮ってます。というのもですね、今朝オープニング撮ってたんですよ。朝10時過ぎかなにオープニング撮って、なかなかいい感じに撮れてたんですけど、それでデータが結構いっぱいいっぱいになってたんですよね、容量が。で帰ってきて、いざ続きを撮るぞって時に、あ、残りの容量少ねえなと思って、メモリーカードフォーマットしちゃって全部データ消しちゃったんですよね。でそれに気づかず撮影進めて、で今いざ編集しようとしたら、あれ、データないなってなって、なので帰ってきてから撮影した分のデータしかなくて、もうどうしようかっていうところで、もうオープニングを今撮り直してます。ということで、もうさらっと始めちゃいましょう。もう僕今もう結果分かった状態ですけど、結果知らない感じで喋りますね。今日開催してる競馬場が、園田と笠松と大井かなだったんですけど、朝10時の段階で変えたのが笠松と園田だったんですよ。で、まあ、また今日も仕込み馬券だから少しでも分かるとこがいいなと思って、まあ笠松より園田の方が分かるなってことで園田を選びました。で園田で仕込み馬券を買うならもうこの人ということで、吉村騎手の単勝を、1日全部買いました。今日吉村騎手が8レースで出てたんですよ。で1000円だから200円残るじゃないですか。なので7レースだけ消灯数だったんで、そこだけ3連単を2点買わせていただきました。まあ一応スクショだけ出しておく。はい、で単勝全部単勝買って、で最後3連単も買ってますと、こういうね、という感じで、データを消したことも知らず、くっちゃべってる僕のとこへ飛びます。でお疲れ様でした。今11時前ですね。11時59分、とりあえず飲んでいいっすか。とりあえず今日はこだわり酒場レモンサワー、美味しいやついただきます。ちょっとあのチーンってさせるのさ、2回は鬱陶しいから、終わりに1回だけにしますね。お疲れ様です。乾杯。まさかね、こんなね、僕もこの一日一膳ばっかり取ると思ってなくて、で普段ね、そんな家でお酒とか飲まないですよ。まあなんかちょっと雰囲気出るかなと思って飲んでるんですけどね。まあなんかすげえ酒飲むやつと思われてそうで、まあいいんだけど。そんな普段飲まないんですっていう話。ということで今日は、チーズちくわ、いいですね。そしてサラダチキンスティック、はい、ということで結果ね、まず見ていきましょうか。まあ今日8レース吉村さん乗ってるんで、でしかもね、ほとんどね1番人気とか2番人気なのよ。で最終レースだけが多分人気なくて、まあそこが取れれば多分ね、他全部外れても OK っていう感じだったと思うんだけど、まあ、その前に7レースかな、7レースが消灯数だったんで、まあそこだけ3連単買ってるんで、ちょっとそこら辺をダイジェストで見て、で12レースは一緒に見ましょうということで、ダイジェスト。ちょっとこれ後取りというか忘れてたんで後から撮ってます。今日の勝負服を覚えようのコーナー、今日一日中買ってた吉村さん、吉村智弘騎手の勝負服、真っ黒なこの胴体に赤の袖、真っ黒胴体赤の袖、吉村騎手。園田行った時にね、競馬場に行くバス停でもうおっちゃんがもう熱弁してた、もう吉村、まあほんとすごい、いろんな騎手見てきたけどあいつは抜群だねってもうめっちゃ言ってたから、もう吉村さん買ったけど間違いないでしょ。ということで、吉村騎手の勝負服は真っ黒胴体赤い袖でした。ということで、どうぞ。コースから3番バルンエール、3番手から2番手に接近、4番トラピッチェも内をついて上がっていきます。4コーナーから直線です。2番のバトルレディネス突き放してリード、4馬身から5馬身、これはもうセーフティーリード。2番手は内をすくって4番トラピッチェが上がってくる。3番のバロンエールがしぶとくこらえるが、わずかに4番トラピッチェ2番手に上がる。2番のバトルレディネス圧勝で今5輪、2着4番トラピッチェ。
キーは名将ヤソキチ、あとは3番メオリオネスが5番手でこれから直線、1番シップジネマラ後方です。先頭6番サトノバリオスリード3馬身広げました。2番手単独2番ノーマーサイレンス、あとは離れて3着争い、競馬の名将ヤソキチ、それから7番カクスディオナ、内頑張る3番名将リオネス、先頭6番のサトノバリオス1着で5輪。直線に向いて先頭2番の宇宙戦艦リードを1馬身半取る。2番手は外から1番エンドオブジャース上がってくる。インコース食い下がる8番ホーリーエンジェル、それから5番アイアンユーキャン、ようやく伸びてきての3番手、先頭2番の宇宙戦艦完勝リード5馬身で5輪。2着最後接戦、これは際どくなりました。3コーナーを迎えて先頭は5番のテンナイトパールです。リード2馬身から3馬身、6番シービジョンズが2番手を懸命にこらえています。1番のチェリーアトラスが3番手、その後離れて7番カシノワンパンチと3番レッドグラティアス、まだこの辺りは 4,5 番手です。4コーナーから直線、5番のテンナイトパール突き放す、6番のシービジョンズが2番手、そして1番のチェリーアトラスが3番手、その後に7番カシノワンパンチ、先頭は完全に5番テンナイトパール、6番のシービジョンズ2番手粘ります、1番チェリーアトラス3番手、5番のテンナイトパール五輪。はい、ということで、ここまで前半の4レース、まずいきなりね、もう最初いきなり、1着取ったんですけど、これ110円単勝で、そっから9着2着かで、7レースも、無事1着取ったんですが、まあこれ単勝150円で、3連単もね惜しかったね、これ5173で勝ってた、51来たのにね、もったいなかったな。まあまあまあ、ちょっと厳しい展開ですね。ちょっと安いのが多かったな、単勝。まあ、しょうがないんだけどね、吉村さんが乗るってだけでもう人気しちゃうから、もう、しょうがないですよ。ということで、まあ、後半戦の前に、チーズチコ、いただきます。ね。いや、この、黄色いチーズの方がいいっすよね、これ。これ白いチーズもいいけど、こっち、白いチーズも。黄色うめえな。直線に向きます。1番キクノシャイン、そこへ2番淡路の桜迫っていって先頭に変わる。8番名将八坂外から、これが2番手、10番キクノシャインは3番手に交代。先頭は2番淡路の桜が完全に抜けました。リード2馬身から2馬身半5輪完勝、2着8番名将八坂。4番エーシンセレブ1馬身リード、8番のオメガプランタン3番手に交代していきます。これから直線、追ってきたのは1番シテヌシーが2番手に浮上して、さあ前との差を詰められるかどうか。逃げ粘る4番エーシンセレブのリードは2馬身あります。1番シテヌシーが2番手、残り 100m、 3番手は激戦ムードです。3番手争いは内を通って3番のナリテストルジャカ、先頭4番エーシンセレブ5輪、2着は1番シテヌシーで、3着最後でこれから直線、あとは2番キサシが4番手です。大外に行った3番アンタレスはまだ6、7番手、先頭4番タライス頑張っている。その後ろから12番ステップショット並んでいく、内を狙って1番マコトパパメロ、外から2番キサシ、4頭激戦だ。12番のステップショットがわずかに出て5輪ということで、8、10、11レース、10レースだけかな、しかも1番人気で、2倍、まあまあ2倍はいいですよね、1番人気で2倍だったら200円、やばいっすね。ここまでもう900円使ってます。900円使って払い戻しが、200、300、460円、やばいですね、半分にも満たしてないですね。ということで最終レース、どうなったんでしょうか、どうぞ。収まりました、枠入り完了、スタートしました。さあ先行争い、内からは叩いていく4番のドリカムルビー、最内1番トゥギャザーウェン、これも速さを見せます。11番の英雄イーグル、外から間7番栗の鉄板と、あるいは6番のブルーベアオンスも加わっていきました。前固まります。12番のバーゲニングパワー、その後ろ5番手につけました。中段まで控えた6番4番のドリカムルビーです。その外並んでいく5番のムツミ、3番のラブミーパラダイス、その後ろとなりました。さらにその後方から10番タカシーフェイス、インコースは8番のマイネルキアロ、後方から2投目9番タンバアンジェラ、最後方2番のスナークアリス、向こう上面にこれから入っていきます。1番のトゥギャザーウェン、笹戸の騎乗で先頭、浦和からの移籍初戦、リード体半分ぴったり並んでいく7番栗の鉄板です。この2頭抜け出して600を通過、大きく離れました。6馬身から7馬身差、6番ブルベアオンス3番手、これはやや突き放されました。代わって今度は12番バーゲニングパワーが3番手に押し上げていきます。その後ろはまた差ができまして、4番のドリカムルビー、この圏内に外から上がっていく3番ラブミーパラダイス、3、4コーナー中間です。
逃げる1番トゥギャザーウェン、ついていけるか7番栗の鉄板、ここへ迫って後方各馬、インコース6番6番のブルベアオンス、外から12番バーゲニングパワー上がってくる、さらには3番ラブミーパラダイスも接近、1番のトゥギャザーウェンが先頭、リードは2馬身、12番のバーゲニングパワーが2番手から前を追って先頭に変わってくる、12番バーゲニングパワー先頭、1番のトゥギャザーウェン2番手、バーゲニングパワー降臨、鮮やか差し切りました。2着1番トゥギャザーウェン、ということで、最終レース5番人気吉村さんが 9.2 倍、5番人気 9.2 倍の馬を、1着で連れてきて、見事プラス払い戻しが1380円、138% かな、はい、この通り。いや11レースまで危なかったけどね、このほんと12レースだけ来てほしいなと思ってたやつが見事やっと来てくれたね。これね、買った時10何倍だったんよ、多分直線で下がったんかな。これはね、めっちゃ嬉しい。これが吉村さんなんですよ。もう一番人気とかだからとか関係なくて、もう関係なしに連れてきてくれるからね。いや、最高だったな。ちょっとこれ食うの忘れてましたわ。いただきます。さらに。吉村さん、ありがとうございます。美味しく食べれますわ。ということで、一日一戦でした。明日はどうなるか分かんなくて、明後日はまあオークス取りたいですね。ちょっともうほぼ決まってるようなもんなんでね、オークスは、ということでちょっと楽しみですね。初のプラス一日戦、初のプラスで終わりました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。